今日はですね、あそこに太陽がぼやけて見えます。中高層群が広がっているものと思われます。そして上空低い雲がちょっと覆ってますね。あれは降水をもたらす雲の可能性もありますが、ちょっと分かりませんね。風があります。そして寒いですね。少しまだ雪が屋根の上に残っていますが、だいぶ溶けてきていますね。はい、寒いです。はい、気づいたら全面雲覆われています。雨を降らすってわけじゃないと思うんですけどね。風がやっぱ強まってきていますね。とても寒いです。なんか鳥が向こうの方でピューピュー鳴いてますね。寒っ。一面雲に覆われています。風も時々吹いてきて、とても体感温度低いですね。そして氷の方なんですが、ほらこのようにですね、動き始めています。はい、溶け始めてますね。はい、氷が揺れています。閉じ込められた葉っぱもですね、徐々に浮き出してきています。はい、降水が始まりましたね。降っております。降り出してます。ただちょっと今降ってるの確認できませんね。雲かなり厚くなっています。はい、乱層雲ですかね。ああ、でも向こうの方結構暗いな。結構暗めですね。あ、雨もポツポツと当たっていますね。氷もどんどんと溶けています。気温は3度くらいですかね。はい、あ、でも結構溶けてる。もうほら、動くもん、こうやって。ほら。冷た。冷たいですね。当たり前か。はい。これは何だ？珍しいね。なんかあそこにもなんかあるね。何か整備中かもね。中を見てみようか、ちょっと。はい。珍しいからね、ちょっと撮っちゃう。さあ。こんな感じです。ボスタンとの到着です。あそこになんか船がありますね。何の船かな、あれは。何の船だろうね。で、NATO のマークだよね、多分。違うのかな。あ、違う、わかんないな。NATO だったかな。なんかあんまりいい兆しがしませんけどね。はい。どのって書いてますね。オスタンド。さっきのはね、やっぱり NATO の船らしいですね。珍しいみたいね。なんか、
ベルギーの国旗もございますね。なんか、なんだろう。そして電気がついてます。この前行った時は電気がなかったです。はい、行きますか。すごいカモメがいますね。大量ですね。カモメがいっぱいいる。ほら。うわ。すごいね。大量ですね。うわー、すごっ。スタンドも覆われてますね。主に卵巣雲が中心ですかね。はい。風もあり、寒いです。